はい、今回はね、顔の塗りやっていきたいと思います。で、こちらね、まあ、リクエストいただいた内容になるんですけども、素晴らしいと思ってですね、そうだ、顔の塗り、ね。はい、そうですよ。でね、この質問いただいた時にほんと素晴らしいと思って、いい着眼点。それはなんでかっていうと、まあ、それはこのね、今回の動画通してですね、少しでもこう伝えられたらなと。ちなみに私は一時期むちゃくちゃやらかしてたなと、そういえば、なんですよ。ということで、まあ早速ね、やっていきたいと思います。これね、確かにね、いや、そうなんだよなぁ。はい。顔をね。ということで、まあ男と女二つのキャラをですね、こうご用意いたしまして、早速進めたいと思います。まずね、男から説明しやすいんで。はい。で、顔なんですけど、顔もね、やっぱりなんだかんだで面がすごく大事になります。で、どうしても初めデフォルメで考えてる場合って、顔の立体ってあんまり意識ができていないということになります。はい。そこを踏まえてね、やると、まずは面。ちなみに男と女のキャラで自分は、男のキャラの方をやや茶色気味に持っていきます、ベースを。女の子の方をちょっと黄色気味に持っていきます。まあなんか、あれですよね。今はまあ色白とかも多いですけども、はじめ黄色スタートの方が、色白、なんか肌が白い感じの色を塗りやすいですね。でまあちょっと茶色にすると、まあ男らしい元気があるとか、まあ南国のイメージになるので、まあ、色白というよりはちょっと肌の色がついたようなキャラクターを塗りやすくなると。まあ、そんなイメージですかね。それで選ぶといいかと思います。自分も男ちょっと茶色気味に選びます。色の選び方はまあ、今までやった通りですね。影色ちょっと赤に寄せながら塗っていくというのがまあ、いいんじゃなかろうかと。はい。で、こっからはどんだけ解説入れるかによるんですけども、まずね、絶対ここ影になるやろうと。あ、光源ちなみに左斜め上です。おなじみ。で、ここ絶対暗くなるやろっていうのを塗っていくと、まず絶対外せないのがここ。顔の側面部分です。これはどうですかね、皆さん。一応ね、顔を描くときに少しだけ解説入れてはいるんですけども、これね、顔って正面があって、ちょうど目の切れたとこ、ほっぺたに映るとこから側面に入ります。はい。この理解をまず絶対できていることですね。はい。なので、煽ると俯瞰描くときは、こう上に上がって、ちょっと今煽ってるんで、少しこう下に下がると。こういうラインをね、下に下がる耳がね。はい。そういうラインを描くことになります。あんまり今回下下がってないな。まあいいや。こういう、よくね、描き方の本とかでも載ってると思うんですね。ここ側面だよー、みたいな。これが、顔における一番大きな立体感です。ここは外しちゃダメっていうのがあります。あら、どの色使ったか分かんなくなっちゃった。まあいいや。で、塗っていきます。引き続き塗っていきます。外しちゃいけないのがここ。そして、絶対に暗くなるポイント。その2、ダダンということで、ここです。眉毛の下。まあ、目くぼむんで、骸骨をイメージしてもらえばわかると思います。目はくぼむんで、まあ目全体暗くなるんですけども、絵描くときに、まずこの眉毛の下はめっちゃ暗くなります。これはまあね、なんだろう。目がくぼむっていうのもあるんですけど、デフォルメ的な話をしますとですね、この辺のイメージが湧きやすいかなと。横顔、イメージしてください。すると、こういう顔をイメージすると思うんですね。これ大事。この感じめちゃめちゃ大事です。すげえ適当になった。これ!これ!光が上から来るんで、ここって当たんないじゃないですか、光が。逆におでこ当たりやすい。ここ、これが、こう。これがこう。ちなみに、一番出っ張ったとこぐらいに眉毛がきます。人ってこうなってます。おお、ずれた。人ってこうなってるんで、
ちょうど眉毛と目のこの位置、ここって光が当たらない下を向いた面が発生します。なのでここはまあある意味一番と言っていいほど暗くなる、濃さ的にはね、はい、ここね、なります。そして次、鼻。鼻って立体ですね。これはまあまあわかると思うんですけども、鼻は三角形っていうか、まあこんな感じで描きます。鼻を立体で描く場合。なので側面ここ暗くなる、そして下側暗くなる、ここ明るいみたいな、そういったもの出てきますので、ここも意識して塗ると、これがね、こうつながります。ちなみにこの目のくぼみからそのまま鼻っ柱にこうつながるイメージで描いていってもらえればいいかなと思います。はい。そしてこの下の面ね、鼻の穴がつくとこも暗くなると、こういったイメージで、まあおでこはまあ光当たるとはいえ、まあ髪の毛とか被さるんで、少しだけこう暗めに持っていくといいかなと。まあ後から調整します。次、はい、こんな感じね。次大事なのが、どこだろうな、これで言うと口かな、ここ暗くなりますね。これ、ここ間違えないようにね、口の線画の上部分が暗くなります。あー消しちゃったな。これも先ほど横顔ね、ほんと大事、常に横顔をイメージするといいです。本当にね、こう来てさ、唇があって、口こうじゃないですか。するとここに下の面ができる、こことここに下の面ができてるの分かります？横顔で、逆に言うとここ上の面ができるわけじゃないですか。これです。これをイメージしていただけるとわかると思うんですけども、とするとどうなるか。ここが暗くなる。これ逆はダメですね、絶対。これ逆ダメ。あのイメージをすると、ここと、ちょっと唇分厚すぎるな。ここが暗くなる。はい。そういうことがわかるかと思います。あとは、まあ全体として顔丸いので、こっち側面暗く落としながら、でね、あこもまあ下の面があるので暗くなって、ここもほんのり暗いかな自分はと思います。顎は最終的に少し前に出るとはいえ、全体としては奥に入っているので、まあ、なんとなく暗めに持っていって、はい、ということで一影の初手がこんなイメージになるかと思います。次、もうちょっと濃い影入れていこうかなという風になると思うんですけども、色選びは一緒で、この中でも特に暗い部分どこか、先ほど言った通り目の下めっちゃ暗いよねっていう、ここはとにかく力強くね描きたい場合は濃くするといいです。まあ彫りも深く見えて、やっぱほらなんか西洋の男性とかむちゃくちゃかっこいいじゃないですか。やっぱね、嫉妬するぐらいかっこいいけど、やっぱ彫りが深いっていうのはね、男のかっこよさの一つなんていうのもまああるかと思うのでね、まあここを濃くすればするほど彫りは深くなります。彫りが深いっていうのは、ここに濃い影が入ってるってことですね。はい。なので、それ意識する。で、側面と下の面っていうのがあるけど、もちろん下の面は暗くなりやすいですと。まあ、鼻の穴の位置ずれてるな、ちょっと。まあ、そんな感じで、下を向いてる面は、あとこういうとこもそう。唇の下の下を向いてる面とか、あと顎とかね、顎のラインとか、より暗くなるとこをもうちょっと影つける。ここちなみにあれですね。米国って、ここはなんだろう、円辺対比というか、あれですね、両線。ここ両線ができます。正面と側面の境界、ここ両線できやすいので、はい。よく入れる人が、まあ、入れる人多いですね、ここ、はい。で、ここってなんか絶対反射光みたいのが入るので、割と寒色気味の、もしくは白でこう、落とす人が多いかな、この辺は。はい。ここ割とテンプレなので、まあ、やってみてもいいんじゃないでしょうかっていうのはございます。そして、全体としてはまあ、手前と奥とか球体がございます。はい。今回もね、ご視聴いただき、誠にありがとうございました。次も見てみたいという方はね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またね、こんな講座も見てみたい等のリクエストがあれば、お気軽にコメントいただけたらと思います。以上、タカでした。